県からのお知らせニュースフロム山梨2020年8月号増刊山梨県ホームページ https コロンスラッシュスラッシ www.pref.yamanashi.jp でもご覧いただけます 新型コロナウイルスの感染が疑われる方の相談窓口。発熱があり、かつ、風邪症状、咳、喉の痛み、頭痛、倦怠感などがある。味や匂いがわからないなどの異常を感じる。このような場合には、外出を控え、お早めに保健所へご相談ください。中北保健所。 電話0551233074京都保健所電話0553202752京南保健所電話0556228158富士東部保健所電話0555249035 甲府市保健所電話055237-8952新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル保健所の相談目安に該当しない体調への不安や感染の予防について相談を受け付けています電話0 5 7 0 0 3 6 3 6 6ファクス 0552231499午前9時から午後9時まで土曜日日曜日祝日含むガイドラインによる協力要請の個別解除に関する相談ダイヤルガイドラインを作成し休業協力要請を個別解除する手続きについて相談を受け付けています電話 055-223-1326、午前9時から午後5時まで土曜日日曜日祝日含む感染症予防対策を行う事業者を支援します感染症に強い社会経済をつくるため事業者が行う感染症予防対策への取り組みを支援します 支援補助の種類、機器購入支援金、設備改修補助金の順です。支援補助の種類、対象事業、機器購入支援金、キャッシュレス決済導入、感染症予防のための備品・消耗品の購入、4月20日以降に購入したもの、設備改修補助金、 グリーンゾーン認証基準に沿った換気設備などの設備改修工事4月20日以降に着手し令和3年3月15日までに完了するもの支援補助の種類対象者と給付額機器購入支援金小規模事業者対象経費の全額 1>, 1店舗1施設あたり5万円以上30万円以下宿泊事業者対象経費の4分の3以内設備改修補助金小規模事業者飲食業宿泊業対象経費の4分の3以内 1>, 1店舗1施設当たり上限150万円申請期間令和3年2月28日まで問い合わせ先新しい生活様式推進機器購入等支援事業事務局電話0552376600受付時間午前10時から午後5時 平日インターネットは「山梨危機支援」で検索「新しい生活様式推進・設備改修等支援事業事務局」「電話0552361230」「ファクス0552260580」05「受付時間午前9時から午後5時まで」「平日」 インターネットは山梨設備補助で検索山梨グリーンゾーン認証申請受付中事業者の感染症予防対策への取り組みを県が認証する山梨グリーンゾーン認証の申請を受け付けています認証事業者は店舗などに認証マークを掲示し広告物などに 山梨グリーンゾーン認証施設と表示することができます。また利用者はこのマークのある店舗を安心・信頼して選ぶことができます。申請方法山梨暮らしネットから電子申請または郵送対象施設飲食業宿泊業休業協力要請対象施設などを除く 問い合わせ先、山梨グリーンゾーン認証事務局、電話055-222-0384、午前9時30分から午後5時30分、平日、山梨グリーンゾーン認証施設とロゴの入った、事業者に交付されるマークが掲載されています。詳細は、 ホームページでご確認ください QR コードが掲載されています家庭内や仲間内でも油断せずに感染防止対策の徹底を1人との間隔はできるだけ2メートル2マスク着用と咳エチケット3手洗い30秒程度 新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールを感染者と1メートル以内15分以上接触した可能性がある場合アプリから通知されます本県では感染者との接触がアプリで確認された全員が PCR 検査を受けることができますのでインストールをお願いします iPhone の二次元コードと アンドロイドの二次元コードが掲載されています。問い合わせ先、健康増進課、電話、055-223-1493、ファクス、055-223-1499、県の広報誌、ふれあい、臨時号発行、新型コロナウイルス感染症に関する県の取り組みなどをわかりやすく紹介します。 早期発見早期治療を実現するためになど8月22日の新聞折り込みで配布市町村窓口などにも配置ふれあい臨時号の表紙が掲載されています皆さんのご意見を募集史跡交付状跡保存活用計画へのご意見を募集しています資料は 県ホームページのほか、各地域県民センターなどでも入手できます。募集期間、8月26日水曜日まで。問い合わせ先、文化振興文化財課。電話055223-1791。ファクス055223-1793。なお、これ以降の予定も、 県ホームページでご確認ください。インターネットは、山梨パブコメで検索。職員採用試験を実施します。試験区分、試験職種、採用予定人員の順です。高校卒業程度、行政2名程度、警察行政2名程度、土木、 1>, 1名程度農業土木2名程度電気1名程度資格免許職職員作業療法士1名程度小中学校事務職員学校事務12名程度受付期間8月31日月曜日までインターネットは8月24日月曜日まで 一時試験日9月27日日曜日障害者を対象とした職員採用選考行政3名程度警察行政1名程度受付期間8月24日月曜日までインターネットは8月18日火曜日まで一時試験日9月27日日曜日 民間企業等職務経験者行政 U ターン I ターン型3名程度土木1名程度建築1名程度受付期間9月4日金曜日までインターネットのみ一時試験日9月20日日曜日就職氷河期世代行政3名程度 受付期間、8月21日金曜日まで、インターネットのみ、一時試験日、9月27日日曜日、試験案内申込書の配布場所、人事委員会事務局、県庁本館1階総合案内、各地域県民センターなど、問い合わせ先、人事委員会事務局、電話、 055-223-1821ファクス055-223-1819インターネットは山梨職員採用で検索この広報紙は8月12日時点の情報に基づき作成しています広報紙県からのお知らせについてのご意見やご感想をお寄せください 電話055223-1339ファクス0 5 5 2 2 3 1 5 2 5 e メール koucho アットマーク pref.yamanashi.lg.jp 発行 山梨県校長広報グループ以上で県からのお知らせ2020年8月号増刊を終わります制作は山梨ライトハウスでしたハウスでしたハウスでした